はい、プレーボールどうも野球人です。堀田健心またまた神ピッチ、プロ初登板から10回無失点ということで、巨人のですね2019年ドラフト1位堀田健心選手、フェニックスリーグで登板しておりますが、やっぱね状態いいですねこの人。まあ、今日のねピッチング内容ともに記事から見ていきましょう。はい、巨人堀田がフェニックスリーグで好投、宮崎フェニックスリーグ30日、巨人対広島戦は1対1の引き分けで終わった。0対0の初回ワンアウトから連打で1、2塁とし、秋色のショートへの打球をやるのが好一、記録はヒットになり先制した。先発の堀田は3回無失点と好投、2番手の木下は4回無四満塁のファーストゴロ間で広島が1点を返し同点に追いつかれたと。それでも木下選手は最少失点に抑え、投手陣は戸根、横川、沼田、堀岡の、投手リレーでつないだが打線が得点を奪えず引き分けで試合終了ということでございました。試合は引き分けたんですけれども、堀田健心選手今日もですね3回無失点ということで、見事ね先発の役割というのを短いイニングですが、成し遂げてくれましたと。堀田選手はですねトミージョンから開けて徐々にねイニング数を伸ばしている段階で、今日が多分最長だったのかな、3回を投げることができたということでございます。で堀田選手ね、どういう選手かというところをしっかりとおさらいしていきましょう。はい、堀田健心選手プロ2年目の選手でございます。出身地は岩手県、2001年5月21日まで20歳、185センチ、80キロポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手でございます。2019年ドラフト1位指名ですね。年俸が630万円、マックスが155キロ、球種スライダー、カーブ、フォークボールを投げる本格派のねピッチャーでございます。甲子園出場はないんですが高いポテンシャルを評価され巨人に1位指名、しかしルーキーイヤーの昨年に右肘を痛め1球も実戦登板なくトミージョン手術に、踏み切り、今シーズンは育成登録に、そこからゆっくりリハビリを重ね今年の、8月ですね3軍戦で実戦復帰を果たしたということでございます。堀田選手ね、本当に、トミージョンから回復してきてよくねやってると思います。3軍戦で順調にもね、投げてきましたし、フェニックスリーグにもね帯同していると。でそのフェニックスリーグですね、今日の成績合わせて見ていきましょう。はい、ではそのフェニックスリーグの成績ですね見ていきましょう。まずは10月の22日ですね、ヤクルト戦、これがですねフェニックスリーグ初登板、2軍戦初登板でございました。2回投げて1被安打4奪三振無四球無失点のピッチングで、この時のね、ピッチングの詳細も動画にいたしましたが、でそこからですね、10月30日ということでございまして、広島戦ですね今日の試合です。3回投げて1被安打3奪三振無四球無失点と、今日もねしっかりといいピッチングができました。特にですね、3回投げて、1安打3奪三振も素晴らしいんですけど、無四球と、ね、いうところです。以前の登板もね無四球というところだったんで、しっかりとゾーンで勝負できる力があるっていうのはですね、活躍する選手の、必須な、ね、条件かなっていうふうには思いますので、素晴らしいの他ないかなっていうふうには思います。はい、でおそらくですね、フェニックスリーグはあと31日と1日の試合しかないので、怪我明けで3回投げた堀田選手にとってはですねフェニックスリーグおそらくこれが最後の試合だったのかなっていうふうに思います。最後の登板で、現状ね堀田選手一番長いイニング3回投げることができて、最高の結果でね終えることができたのかなというふうにも思います。あとは練習試合がね、11月ちょこちょこね入ってはいるので、もしかしたらそこでの登板はあるかもしれないんですけれども、フェニックスリーグではこれが最後だろうと。はい、そしてですね、3軍戦から数えまして、これで、堀田選手ですねプロで入ってから6試合連続無失点、さらに言うとですねイニング数で言うと10イニング連続無失点ということで、未だにですねプロで点取られてないんですよね堀田選手。3軍戦とフェニックスリーグ2試合、というね少ない、試合機会なんですけれども、これでも圧巻なね、ピッチングができているというところは非常にね素晴らしい、他ないのかなっていうふうには思いますし、この状態をねどんどん続けてほしいなというふうには思います。では成績もね、いろいろ確認していきましょう。はい、では成績見ていきましょう。2021年3軍成績ですね、こちらチェックしていきます。4試合で0勝0敗 5.0 イニング7奪三振1四球被安打4、防御率 0.00、 ウィップ 1.00、 奪三振率 12.60、 吉球率 1.80 という成績です。
これはね、何度か見ていただいている成績なんですが、しっかりと3軍戦で素晴らしいピッチングを見せております。はい、そしてフェニックスリーグですね、この間の試合と今日の試合を合わせた成績ですね。これが2試合で0勝0敗 5.0 イニング7奪三振フォアボール0被安打2防御率 0.00 ウィップが 0.40 奪三振率 12.60 予識率 0.00 という成績でございます。はい、堀田選手ですね、フェニックスリーグで、まあ、2試合 5.0 イニングというね、短いイニング数だったんですけれども、まあすごいね、圧巻のピッチングかなというふうには思いますし、本当ね、制球力もゾーンで勝負できるねぐらいに、ありますので、まあまあいいピッチャーの条件っていうのは揃いつつあるのかなというふうに思います。そしてこの3軍の成績とフェニックスリーグ達した成績がこちらです。合算成績が6試合で0勝0敗 10.0 イニング14奪三振1四球被安打6防御率 0.00 ウィップが 0.070 奪三振率 12.60 予識率 0.90 という成績です。はい、まあ非常にいい成績ですね。まあ点取られてないっていうのはそうなんですけど、しっかり三振も取れておりますし、フォアボールも少ないいうことね、ないピッチングかなというふうに思います。ただね、まあ3軍とフェニックスリーグというところでレベルっていうのは1軍にはまだまだね達していないかなっていうふうには思うので、これからどんどん力をねつけていってほしいなというふうには思います。まあ支配下登録っていうのはこの状態のままいけば確実っちゃ確実なのかなっていうふうには思いますので、同期のですね、奥川選手、佐々木選手、宮城選手、まあドライチですね、このあたりに来季ですね追いつけるぐらいの、まあ、パワーっていうのを見せてほしいなっていうふうには思いますし、そのポテンシャルは間違いなくあるのかなっていうふうに思います。ただね、トミージョン明けっていうところっていろいろね、まあ、段階踏んでっていうことにはなるので、あまり無茶はね、してもらいたくないなっていうのは本音でございますので、奥川選手は佐々木選手のようにですね、いろいろ登板間隔を空けながら球数も管理しながら、しっかりと使ってほしい選手かなというふうには思います。はい、ではですね、今回も堀田選手の動画見ていただきました。最後にネットでの反応をチェックしていきましょう。いや、本当にいいストレート投げるわ。相手1で取りに行ったスカウトの度胸に敬意を表したいということですね。うん、本当に堀田選手ね、ストレートが一番の魅力なんですけど、このストレートだけならですね、1軍レベルにも達しているようには見えます。あとは変化球ですよね。そこの精度をどう上げていくかっていうのが課題かなと。で、そしてスカウトですね、1で取りに行ったスカウトということなんですけど、これはね、1人の判断というか、やはりね、まあスカウト全員のまあ総意で、堀田選手を当時1で取りに行ったとは思うんですけど、まあ、物議をいろいろね、醸した1位でございました。トミージョンもそうなんですが、そもそも1位で取る選手だったのかというところでね、話題となって、当時のスカウト部長かな、長谷川さんは編成部長にね、まあ飛ばされたということも起きてしまいました。今ね、こうやって堀田選手が怪我から復帰して活躍しているのを、まあ一番ね、まあ安心して、まあほっとして、まあ見ているのは当時のスカウト部長のですね、長谷川さんかもしれません。まあ怪我をね、見抜けなかったっていうところはもちろんね、まあ良くないところではあるんですが、素材としてはやはり、堀田選手ね、まあ、間違いなかったんじゃないかっていう、再評価の、まあ、メモありますので、長谷川さんね、もっともっと評価されていい人だったのかなっていうふうには思いますので、またね、まあスカウト部に戻ってくる可能性も出てくるのかなというふうに思います。こちら見ていきましょう。ホットは来季マジで一軍投手陣の中に入ってくるな。まだは若いし選抜戦見てみたいけど、思いっきり腕ぶん回した後ろでも見てみたい、楽しみだわということですね。ホッター選手ね、まあ、来季一軍楽しみなんですけれども、選抜かリリーフかというところで、まあ、どっちでも面白そうかなっていうふうに思います。リリーフならすぐ通用しそうなんですが、ただトミージョン明けっていうこともあって、まあ最初はやっぱ先発の方がいいのかなっていうふうに思います。球数も管理 しやすいですし、登板間隔っていうのもしっかり開けることができるので、まずは先発で行くんじゃないかなっていうふうには思いますので、来季のね起用法、おそらく春季キャンプとかでアピールしてくればね、ある程度見えてくるかなというふうには思いますので、まあ、本当にね、来季、巨人で一番期待のピッチャーなんではないでしょうか。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。